ございます。おはようございます。マッパチです。丸蔵でーす。はい、ありましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、いやー、やってきました。そして今日もまたまた、これは牛尾 TV ですか。牛尾 TV なんですけど、主人公今週もいないと。またまた前回もね、我々マッパチで、牛尾なしでの牛尾 TV をお届けしましたが、マッパチジャック2回目となっております。はい、間髪入れずにやってきたという、はい、さあどこにやってきたのかというと、アルハン新名張店でございます。もう買って知ったるお店ですよ。だいぶ、ね、ホームですよ。3回目ですから3回目ですけど、ね、何でしょうか、このもう帰ってきたとかは。はい、はい、前回は前回はハイハイ主催廃止を打ちまして、ノリ、ね、さんがみっちゃん、みっちゃんですね。言い訳はしませんですよ。ダミスね。はい、ダミス、を打ってということなんですが、はい、一応今回は僕はリノを打ちたいのを打ちたいんですよ。まあ、前回も本当は打ちたかったんですけど、はいはい、リノでちょっと勝負かけたいなっていうのはあるんですが、廃止をもしていきたいんで、ちょっと廃止をからのリノみたいな。おお、なるほど。ちょっとわらしべ長者的にこう廃止をでちょっと出して、その持ち玉でリノっていうね、リソラごとを、はいはい、転がしていこうかと。はい、まあその通りになるかわからないんですけれども、はい、一応そういうふうには考えております。なるほど。お兄さんは。はい、まあ一応みっちゃんから始めましてですね、まあきっちり打てばね、設定さんでも、はい、まあ、100は超えるんですけど、はい、まあそうですね、まあ状況を見て、まあ頑張れば勝てるのは分かってるんですけども、うん、まあ展開見て、うん、割と大好きな英霊化3が、おお、なるほど、バラエティーコーナーにあったという。なるほどなるほど。10スローしかないかなと思ったら実はあったという。あ、昨日なんか10スローしかないんだよなとかって言ってた。さっき見たらあったんですよ。だから状況を見つつちょっと呼ばれてる気がしたらちょっと行っちゃおうかなと、はいはいはい、思って、まあ私の方もこうわらしべ的な感じで、はいはい、スペック3でもう完走できれば、うんうんうん、感動のムービーを撮れればいいかなと思います。まあいいですね。わかりました。まあ牛尾くんのいない牛尾 TV ですが、はい、よろしければ最後までご覧いただきたいと思います。はい、それではスタートします。頑張ります。頑張ります。さあ、みっちゃんでございます。さあ本日のご機嫌はいかがでしょうかね。もう早いうちに当たっていただきたいところでございますけども、今週もよろしくね。あ、やりましたやったー。はい、投資2036ゲーム、さあどっちでしょうか。あえて3枚掛けで3密を狙う。あ、化けかな。あ、リプレイだった。あ、ビッグでした。はい、ちょっと左の押しが甘かったな。ありがとうございます。やったー。はい、また会いましょう。ありがとうございます。この調子でガンガン行きたいね。はい、というわけでガルゾーなんですけれども、朝一からお兄さんを撮ってる間にですね、私の代大変なことになっております。信じてもらえないかもしれないんですけど、すでに持ち玉1000枚あります。今下皿勝ち盛りと、ドル箱、なんと、現時点でボーナス10回、ビッグ6回の、レギュラー4回、ほとんど2桁で、引いていて、これ映像に収めたかった。もうね、38、4、8、37、3、22とか、現在のボーナス合成確率がなんと29分の1、どえらいことになっております。どえらいことになっております。スランプグラフ、もうスランプグラフも一気にもう伸びております。ずっと当たりっぱなし。廃止をでそれなりに出してリノに移動したいって言ってたんですけど、はっきり言ってこれ今もう移動できるぐらい出てんだよね。
1000枚オーバーなんで、なんだけど、まあ、せっかくカメラが来てくれたんでもうちょっと、打ちますけど、もうリノ打つにはある程度十分、まあ1000枚だから怖いけどね、まあ、ただまあこう投資していくよりは随分楽な持ち玉での勝負ができるということもあって、もしかしたらすぐにリノに移動するかもしれません。もうちょっと近くてもいいかもしれない。はい、というわけでリノに移動してまいりました。この一箱分あるコインをもうザッサーと下皿に、入れまして、いやーリノ久々、リノまだこれ浅い時代なんで、とりあえずさあこの移動が吉と出るか凶と出るか分かりません。行きたいと思います。そのね、1000枚ぐらい出して移動するっていうのもまあ 2時間ぐらいとか2時間半ぐらいかけて出してから移動したかったんですけど、あまりにも早く出てくれちゃったんで、リノへの移動がね、まさかこんな、10時半まだ10時半ですよに移動することになるとは思わなかった。さあそしてこの目はトマトなのかそれとも青リンゴなのか。トマトやー箸ゲーム、まあね冗談だからバーなんですけど、基本的にはバーでいきます。ちゃうかい。いやー早いところで来てくれたのにな。いやーでもこれカメラ1台でリノ打つの結構難しいよな。やっぱトマト揃える瞬間っていうのはね、映像としてリノ打ってるからには収めたいけど、その時に俺を撮ってるとも限らないでしょ。お兄さんの方行った時に俺はトマト揃えてボーナス当てちゃうかもしれないから、なるべく今映してもらってる間に、トマトを引きたいとは思っております。でね、来たら次もバーで行きたいんだけどね、外す気がするんだよなそのバーも。でもバー行きたいよな。冗談はバーだもの。200ゲーム超えました。止まった止まったお待ちしましたよ。いやだからバーダメよ。一応ね外れるとは思うんだけど、まあもう一回バー狙わせてください。よかった、いい音。さあここからですよ、大事なのはここからですよ。さあ始まりました、土俵に上がりました。ガルド、いきなりそっちかい。よくないよね、早いよねこれね。あ待って、これ化けある、ないんかい。ということは今2連続危険目じゃん。危ない、これもうやらかしたの、嘘でしょ。2回出たよ危険目。あれあれあれ、いやいやいるいる、大丈夫、いる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 、絶対いる。あーいたけど今再びの危機。押せないよこんなの。3はきついぞ正直。危険目3はきついぞ。それでも生き残れるのか俺は。どうなんだ、まだ分かんない。そろそろ結果が出てもいい頃じゃないか。ここでもう、ここだね、ここだね。おお、いたー、ミラクルミラクル、嬉しい、これ嬉しい。絶対落ちたと思ったもん。
いやーこれは嬉しいわ、今日いけるかも俺。ありがとうございます。229ビッグボーナス。いやーよかったよかった、ほんと怖かったよ怖かったよ、すげえ怖かったよ、俺はもうほんとに怖かった。43日最後、いきなりはやめて、いきなりはやめて。いきなり危険目、もう厳しいなこいつ。2、3、ちょっと厳しすぎませんか俺に対して。お、危険目と思いきやラッキーレモン。アートンス6ゲームレギュラー、最後お前じゃねえんだよ。もうほんと怖いわこいつ。2、危ない、やったのかな、やってなかったんだ。うおい、ちょっと真マジで頼む、マジマジでマジで頼む。どれだろう、どれどれどれが正解。あー怖い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 。よし、繋いだー。あーもう生きた心地がしねえぜ。うわー繋いだ、今のはでかい、今のはでかい、よく頑張った。うるさいよ俺、ごめんね、でも本当大事なとこなんで。でこれでボーナスを当てると。ありがとうございます、ありがとうございます。あーよかった。ただいまね、累計で897ゲーム、ちょっと序盤、まあ朝速攻で当たったのにもうその後フルワーズだったんですけど、まあモリモリっと、びっくり偏って今何枚ぐらい、これ700枚ぐらい、おかげさまで。 BB が今、確率が150分の1、 RB が449分、合成が112分の1、152分の1でね、本当カメラ回ってない時にねいい挙動を示したんですけど、通常時のベル入賞でボイスが出ました。はい、これ、設定3だと1万2000分の1で、6だと倍の6000分の1、どっちだと思う？いやでもこの時間でボイス出るとは ね、皆さんにもっと見せたい。でまたここからハマったりしてね、やだな。ちなみにトータル、総投資ちょうど460枚、ちょうど第1枚。はい、もうこれ以上は使いたくないんで、まあそれはここまで持っちゃうともうそれもないと思うけどね、うん、まあ
まあ、別に多くは望んでないんで、はい、461番以上流せばそれで OK なんで。おお。ああびっくり。絶対大体ボーナスの時ってさ、ベルテンパイ崩れるでしょ。しかもなかなかのいい告知パターンですこれ。だいぶ出品おめでとう、ありがとうございます。みっちゃんありがとう。聞こえた？これ聞こえにくい。あれ出ちゃいそう。いやいいですね。いい声、いい声ですね。チェリー重複。はい、もうこの形からチェリー出たらもうチェリー重複確定なんで。どっちだ？あビッグ。もうな、それがもうビッグに偏ってんね、ちょっと5かな、ひょっとして。うん、なんかそんな、タンタンタルルー、よし、またしてもまたしてもチェリー重複です。ありがとうございます。早い、溢れてる、みっちゃん溢れてる、いろいろありがたい。ちょっとこれは箱使っちゃう、これね、もう溢れ出そうですから箱使っちゃいましょう。いやいやいや楽しいな。はい、からどうです。今ちょうど連チャン中で、今8連チャン中です。14、5、3、15、3、6で化け終わって、レモン、コブイ揃って2ゲーム消化して、さあこれからというところでございます。なので連チャン継続中でございます。まあ、ちょっとね化けに偏ってるんだけど、一応今のところ8連か9連か8連か、まさに今後はスタートとなるわけです。よし、1点パレ、Oh no。 やばい、カメラが来た、カメラが来てからの危険目、なんか怖い。リプレイ感があるな、これは。ほら、あーほら、やったんじゃないの、もうほらほら、今日ねカメラが来ない方がいいんじゃないかっていう説がお兄さんも言ってて、お兄さんもカメラいない時にちょっとポコポコっと固まって出た。俺今カメラが来るまで8連チャンしていて、カメラが来て危険目が出て今リプ3ですよ。完全に落ちたね、これ完全に落ちた。いやー恐ろしい、恐ろしいカメラだ、潮 TV 恐るべし。あーすげー大事なとこだったんだよ、この連チャン8連チャン、逃すまいと思って打ってたんだけど思いっきり逃しちゃった。まあ、とりあえず出玉的には今、まあ、この、まあ、連チャン止まりましたけど、本日の最大獲得出玉かなと、1500枚はないかな。
はい、冗談なんですね。はい、冗談なんですね。ボーナス終了から201ゲームようやくだ。バー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 じゃないです。でも冗談だそうです。あー、冗談かいや。今日斜めほんとないな。下皿勝ち盛りだったんだけど、下皿600枚ぐらいあったかな。今は400枚ぐらい、400枚ないかなっていうぐらいです。はい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 、どうしましょうどうしましょうどうしましょう、どうしたらいいのかな。そんなんてめえで決めやがれ。はい、まあ狙っとけよかったのか、素直に。あー、もうバーで行くで、バーで行くで。よし、どうじゃ。これを今度当てなきゃ意味ないんだよな。せっかくカメラ回ってるから怖いけど、カメラ回ってるから怖いけど、もうテンパるから、君、いやだからすぐリップとかダメだから、危険目リップとかやめなさい。まだ大丈夫、まだ絶対大丈夫、絶対にいる、絶対にいる。大丈夫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 。おおおお、よかった、カメラいたけど、当たることが判明しました。カメラいても、266ゲーム、12回目のビッグかなです。いやー、またしてもカメラのいないところでミラクルが、ね、ようやく先ほどこれ映るかな、ようやく久々のレギュー、3回目のレギューからなんと1ゲーム連でビッグ。さあそして、4回目のビッグ、あ、レギュラーで現在100ゲーム回したところです。はい、まあ間違いなく5だね、これ。もうこのボーナス比率、3にしろ6にしろ、ほぼほぼ1対1で出てくるんですよ。まあ5ですね。さあちょっとさらにビッグの引きでガツガツまくりたいと思います。よし、来た、釣り重複です。いいねいいね。いやー、いいよいいよ。お、出ました確定演出。羽の時は必ずすごいですっていうボイスが出るんだけど、今ボイス出なかった、ボイスが出なかったっていうことは5、6確定です。で、このボーナス比率からも先ほどからね、言ってます通り5です、5確定です。実践終了。はい、お疲れ様でした。はいはい、ありがとうございました。みつみつ、うん、
いやー結局みっちゃん打ち切りました、ね、打ち切りましたよね、なんだかんだ言いながら。いやもうなんか時間残り時間考えてここから AT とか打つっても、うん、なんか減らして終わりはいはいはい、はい、っていう感じもしたんで、はい、ちょっとで、ね、お尻があったんで、うん、朝一からずっと打ってて、もう途中からもう確信して、うん、最後の最後で確定演出が出てた。確定演出あのね、羽が揃って、あ、腹出しのやつ、羽出し、羽で、そう、腹出しはない、声なし、声なし、声なし、あ、おー、マジっすか。最後に出て、俺あれ一回も体験したことないんですよ、うん、もうでももうあの挙動からしてもうこれ5だなっていうのも知ってたんで、答え合わせができたかなって最後、はいはいはい、でじゃあ結果言いましょうか、はい、結果、まあ投資が460万円、ちょうど1万円で、回収が1512枚、はい、1052枚のプラスでございます、はい、おめでとうございます。連勝3連勝です。3戦素晴らしいな、全勝じゃないですか。はい、はい、僕はですね、まあそのわらしべ長者的に配信をでちょっとまあ持ちコインも増やして、リノニというとこだったんですけども、あの朝お兄さんを取って1時間の間に配信がバカ吹きで1000枚も出てしまいましてびっくり、すごい6号機だよね。6号機です、あの、うん、で、オールもう2桁ですね。うわー、まあ、2桁1桁で延々と当たり続けるという、めちゃめちゃ楽しいで、カメラが来た瞬間にビタッとレンちゃんが止まるという、まあ、あるあるです、はい、だったんですけども、まあそこからリノに移動して、まあ、リノも、まあ、そんなに深くははまらなかったんですけど、まあ、大連チャンもなく、結果はですね、投資がまあその花々の2本だったので、まあ、92枚ですね。で、獲得枚数が1713枚ということで、1621枚プラスという感じで終わりました。バンバン、まあ、ほぼほぼ花々の出玉っていうところも、まあ、ポイントっちゅうかね。花々じゃないよ、あ、何でしたっけ、配信、配信、配信のなんですけど、まあ、ただ、ね、リノでこう、まあ、飲まれてもいいや的な、ね、そのリノを打つための軍師コインみたいなイメージで打ったのを減らさずに、まあ、終わることが、まあ、ちょっと増やして終わることができたので、もう完璧じゃないかなと。そうですね、まあ、リノはもう本当にトマトやれなかったら、そうなんですよ伝説の2400何十ゲームストレートハマりした経験もございますからね、非常に怖い台ではあったんですけども、はい、よかった。まあなんとか楽しめたかなとして、まあ何より僕としては、まあ、お兄さんは3連勝、3連勝ですね、僕はね、初戦というか1回目にここ2人で来た時に敗退して、で前回今回と連勝したので、まあ素晴らしい、まくったかなと、まあ、トータル収支ではもうまくらさせていただきました。はい、ありがとうございます、本当に素晴らしい、うん、我々的にはまあ3度目で2020年ラストの、そうですね、まあ、このオンエアはおそらく年明けだと思うんですけど、我々のまあある種仕事納め的な収録納めですもんね、はい、12月26日ですから、はい、2人とも、まあ、優勝の美を飾れた、飾って、はい、ファンの方から差し入れもいただいて、はい、非常に素晴らしい日だったかなと、良き一日でございました。はい、はい、というわけで、まあ、2021年も、こちらたび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 か分かりませんけどね、分かりませんけど、マルハン死んだわけで、はい、だいぶ、マイホームグラウンド的なほんのりとね、まあ、三重県旅がてらまた遊びに行きたいと思います。はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。こんな感じで、牛尾 TV、はい、牛尾くんのいない牛尾 TV、バイマッパチでした。どうもありがとうございました。また次回よろしく。